Michal. Hula. Kumasta po kayong lahat. Bonjour. Mahalo. Kasuma sa. Bon giorno. Konnichiwa. Kiora. hola Hola. Salopalava. Papakabar. Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1. Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management staff or its volunteers. Wakwaku Japanese Radio on Cairns FM 89.1. みなさんこんばんは DJ 純です。こんばんは,でんばんは P です。いよいよケアンズミニエキスポエンがやってまいります。<laughs> ということで2回目になりますけれども。はい。まあ前回は第た1回目は週末にやって、うん、そうですね。今回は平日。平日。違った方が。 いらっしゃゃるんじなんかメンツを見ると全く違うそういう意味じゃよかったよねこれは本当にね文化祭みたいな集まりがやりたいということで、うん、あの始まったわけなのでね、はい、いろんな方にとにかくそのマーケットの本来持つ楽しさを味わっていただきたいということでそうですねなんか自分の、ね、こう手に職じゃないですけどこう趣味とかうん、うん、そういうのをこう披露したりとかそう、ね、もちろんねあのお仕事してされてる方も うん、ご参加いただいてるのでじゃあ今回はまた前回第一回目とは違う感じの風が吹くと,いと思いますね場所は一緒ですけど多分違うと思いますねその中でも目玉でも目玉と言って <laughs> 噛んだ噛んじゃけないところで噛んだ <laughs> 目玉と言ってもいいんじゃないかと思うアマリンさんアマリンさんはい ねえインタビュー取りましたよ。ということでまさかのねものすごい長い時間になってしまったんですけどもね、うん、<laughs> いや本当にあまりんさんの人生っいうのは本当に多岐にわたりそして深いのでいやもう10分では語り尽くせないですよ、ねはいい。ということで今回第1回目のインタビューがこの後控えておりますので、はい、お楽しみそして縁でお会いできますのでぜひご検討ください縁はもう一度言いますけども21日2月21日木曜日朝9時から12時短い時間ですけども。はい ね、場所はスピリチュアルセンター、はいえー、スペインストリートお大村とブッキャンブッキャンストリートと大村ストリートの間車、非常に止めやすいところですのでもしお時間あれば、ねはい、ぜひいらっしゃっていろんな顔ぶれ今回、揃っておりますお客さん揃っております <laughs> ということでそして、えー、インタビューは広野さんの後半これも非常に興味深い、はい、これも楽しみですね。 そしてエンジョイとカフェトークですかはいあありがとうございます今日は全部言っていただいてありがとうございますエンジョイとカフェトーク懐かしい懐かしいって言ってはいけない最近すごいいろんなねやっぱりコンテンツも増えてありがたいことですよ本当に今はコモちゃんもね来月から新番組も始まります新番組が始まりますよこれはお楽しみお楽しみね。はいということで 皆さん、実は先週200回目でした。<laughs> 先週放送200回目先週でした。ごめんなさい、私言い忘れてました。<laughs> ね本当200回すごいですね。200週、うん、ということで、まあ2015年の4月から始めたワクワクラジオは今年2019年の4月で5年丸,丸4年。 4年か。<laughs> やばい計算ができない。年目年目希望が、希望が上回ってしまった。4年目になるわけですね。4年目 ?5 年,目年あ、5年目になる。だから4年になるわけですね。丸 4, 年 4, 4年満了。20歳未満、いまだに未満の意味がわからない。<laughs> 帽子が当たっちゃった <laughs> 帽子が帽子のつばがね当たってしまいました <laughs> あまりにも自由すぎますよこのインタビューあまりのインタビューだけにあまりにもねほんと自由すぎるね<笑><笑>本当にね大丈夫んもうどん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 離れていかないね <laughs> ということで、えー、今週もね <laughs> よろしかったら最後まではいお聴きください、はい、ワクワクジャパニーズ・ラディオ on Cairns FM89.1 インタビューコーナーはい、えー、今日のお客様はありがとうございますということで、はい、ねっアとされてますけどもあまりんさんどうしたんですかあのあまりんさんが。 一応緊張しますすよそうでかやっぱり僕もさすがに、ね、こラジオインタビューに慣れてきたんでもう緊張ってことはないんですけども最初やっぱり来るとこのいわゆるスタジオ感というか、うん、機材というかねやっぱ緊張されるのかなとかっこいいって感じかっこいいって感じです分かりました <laughs> <んか S 1> いやーでも本当にあまりんさんは僕の中では結構伝説の方ということで。 理解してるんですけども、ね、あの実際目の前にいると、まあ、伝説ではないという、まあ、実在するという意味でね <laughs> あのわけですけども、まあ、まずはですね、まあ、あのリスナーの方にも天音さんのこと知らなかった方もいらっしゃるので簡単な自己紹介をまずいただけますでしょうかお願いしますはい、はいえー、いろいろありすぎてなんかよく難しいんですけど <laughs> す、ね確,かね、確かにそうですねまあ,あのおいおいじゃ行いきましょうはい、はい、えー、とまあ1984年にとにかくあの日本から飛び出したくてアメリカに来ました アメリカに4年いて結婚し離婚し、うん、ハワイも行きましたし、えー、ハワイは私地上で割と一番好きなところの一つであるんですねオーストラリアに次いでねハワイに行きました、うん、そして、えー、とハワイのパパイヤファームで働いて電気のない生活テントで暮らすっていうのをあの経験してなんかすっごいそれ、うん <laughs> いいですね心に残ってる思いですね。ということはまずアメリカ本土に行ってその後ハワイに行ってハワイで今言ったパパイヤのファームでそこで今までの人生と劇的というかアメリカはもう完全に私の人生をひっくり返しましたねちなみに日本ではアメリカに行く前っていうのはどういったというか全然違うことされてたんですか はい、いや、もうその当時にしてみたら遅い方なんですよ。す私の問題からでしたらね。なるほどで、25で結婚されて、はい、で主婦みたいな感じですか。主婦しました、ね。なるほど。それがなぜかというか、米国に行くと。行く行きました。85年ということはもう本当にね、あのー、バブルの。 始まったもうバブル真っ最中かな始まりかけみたいな感じですよね真っ最中ですよ真っ最中ですかあなるほどだから離婚した後一1年働いて400万貯めましたねバブリーって感じで1年で400万ですかそうそう14時間ぐらい働きましよあそうなんですねそれでお金を貯めてじゃあ1人でアメリカに行った感じなるほどもう人生変わるじゃないけどもすごいですねそれでアメリカに行って まあえー、そこでハワイにまあでもその前にグレートフルデッド体験っていうのがあるんですね、うん、グレートフルデッド体験ですかはいすごいなんかもういちいちこうなんか響くんですけど <laughs> グレートフルデッドってあのバンドのグレートフルデッドだったちがううあっそうですよねええおうなっちょっと待ってくださいよ、ええ、僕の知らないあまりんさんなんですけど結構続々出てくるじゃないですかそうなんですよね すごく実は、なんて言ったらいいの、まあ、人気というか、知名度があるというか。ものすごい数のライブをこなし、で、いまだにね、現役でやっている。うん、あの、ある種すごいバンドなんですよね。そのグレートフルデッドの、追っかけみたいなことしたところですか。そうね、まあ、追っかけって言っちゃうってかっこ悪いね、やっぱり。いや, <laughs> いや、あの、ウィズハン方にね、いゃ、僕もよくわかんないですけど、まあ、いわゆる、その。 グレート・グル・デッドのツアーに、うんねまあ、一緒に行って、その音楽を楽しむというようよ、はいうんまあ、ツアーは、まあそ、そこまでしないんですけど、私、うん、サンフランシスコに住んでたから、その当時、<ー>サンフランシスコ近辺でやる、彼らもサンフランシスコベースだったんで、マリー・カウンティっていう、サンフランシスコの北側に住んでたんですね、うん、だから、そのサンフランシスコでやるバンあのライブは全部追っかけてました。 なるほどね。だからちっちゃいライブハウスであるジェリー・ガルシアの,シア,、ね、あのアコースティックバンドとか、す,すごい渋かったですよ、もう。本当に。いや、まさかグレートグルデッドが出るとはな。<笑><笑>いや、ちょうどこの間ね、あのキュランダで音楽をさあの始,め始めている方にお会いして、で彼の話、音楽部の話をしてたらグレートグルデッド出てきたんで、うん、いや、なんかすごい繋がったなって思ったんですけど <laughs> あのね、だこの間私あの、ブリスベンの ウッドドフフォーェスティねそういうのっていうのは私デッドから始まってるなと思ったわけですよ。逆にねいわゆるアイフェスというかねそういうなんていうか何ですかねそのデッドヘッズみたいなそ300日間年間のうちバンドをやってるわけ生やってるんですよ年間300日ってほとんどライブじゃないツアーですよね移動日プラスですよねだからもうレコーディングというよりもライブしかないバンドだったからライブはすごかったですよ ねはなるほど本当にでこれはあれですか日本では守法されていたのに、うん、そのグレート・グル・デッドなんかすごくこう超,あの超越というかワープしてる感じがするんですけどももともと,それと音楽が興味あったのかそれとも。 突然変異というかいやいや、もちろん音楽興味ありまして、当時、日本に来てたバンド、全部見てました、だからその当時は西海岸バンド、ちなみにイーグルスとか、ジャクソン・ブラウン、ボズ・スキャッグス、その当時のとにかく、80年代ミュージックの生は全部聴いてますね、ほとんど。 そうなんですかちなみに80年代の僕の思い出はです、ね、どちらかというと、UK がすごくあの台頭してきてて、うん、デュラン・デュランとかカルチャークラブとかね、うん、いわゆる、まあまあ、ビジュアル系の走りと言われてますけども、うん、どそうでなくてどちらかというとマニーさんはアメリカのいわゆる西海岸の音楽でですすよねねそうですねーメイド・イン US でした・イイ USA の85年。 デビート・ボーイイギリスもいったかなまあでもそうですねでも今言ったそのグレートフレッドとかイーグルスとかってのはまあどちらかというとアメリカのね感じででその85年でしょそこから今度はブルース・プリングスティーンの「ボーインザ u s a っていうのが大ヒットするわけですよ覚えてますか覚えてますんか「ダンシング・イン・ザ・ダーク」とかねめちゃくちゃ売れてでも見たような気がするけどなブルース・プリングスティーンはもともとはその「b o あボーインザ u s a っていうのは 結構久しぶりな大ヒットで、もともと彼はもっと初期の頃にね、リバーとか、結構本当ザ、あれ何なんだろうね、あのスタイルは。本当、どっちかとあの、えっと、ボブ・シーガーじゃなくて、あの、ボブ・マリーじゃなくて、ボブ・ディラン。ダム最近出てこないんですよね、年になってくると。ボブ・マリー行きました、今。あ、ちょっと全然違う流れがみた。いなねえ。はい、というわけで、それで、まあ、アメリカに行って、 でそこからハワイにでパパイヤの、ね、ファームを働きながら非常に自然とともに生活をする中で,、うん、で次はど,どうされたんですか。次はだからもう日本に帰ったんですね年87年年8年ぐらいに日本でやっぱりそういう。うん フェスティバルムーブメントが起こり始めたんですよ。で、うん、八十八年に有名なのは命の祭りっていうのがあったんですね。で、それ、うん、あの、いや、もう、それ、日本の、あの、うん、祭りムーブメントの最初の走りだから。あ、そうなんですね。だから、八十七年の時にハーモニックコンバージョンスっていうのがあったんですよ。うん、それマヤ暦の。で、最近、マヤ暦とかも。ちょっと待ってください。ちょっと今、話が難しくなりましたね。そうですね。えー、八十五、めんさい。えー、八、まず七年に日本に帰った。 うん、はい、それは一旦そのフェスティバルに行くので帰ったんですけど,ど、はい、本当に帰ったのは八十八年八十八年、うん、それで、えー、まず命の祭りってこれ何ですか命の祭りっていう、うん、いわゆるその こっちでいうそのフォークフェスティバルみたいなあフォークフェスティバルこなるほどがあったんですよ、うん、だからそのいろんなそのメジャーじゃないだけどプロのあるじゃない<ー>ほらあのライブハウス回りしていこれは日本のバンドがベース関係ない日本です日本です<あ>日本のバンドが、うん、えと集めてフェスフェスやったこれどこでですか八、えー、八ヶ岳です八ヶ岳 渋いでしょキャンプインキャンプインですよあキャンプしてね八ヶ岳でへえちなみにどういったバンドが出てたんですか今有名なバンドいますそれとももういなくなっちゃったああきたいましたよあっきたろうでそのきたろのバンドにアメリカのだから名だたるメンバーが来ててそのうちの一人私の友達だったんですねその人なんかともロサンゼルスで会ってたけどすごい再会したていうすからだからきたろうのバンドあっきたろうのバンド えじゃあ北川さんに会ったことある？あります。あら、北川さんも友達です。あ、北川さんも友達。はい、すごい皆さんキマイさがだんだんすごいことになってますけどね。<laughs> いやー面白くなってきました。<laughs> はい、それでまあ北川さん他になんか誰かあのこの命のまつ。えー、あの時アシッドセブンとか。はあ、ちょっと分からない。 えーとね、だからそういう本当にすごくマイナーな昔のメンタンピンとかそういうの知ってるメンタンピンは知らないね,ないねメンタンピンってマージャンの言とって知ってますけども違うんだな、うん、分かんないとかなんか、ね、メンタンピンはいなかったけどそこには私が好きなのは内田ボブっていう人だったんです内田ボブ知らないその人はあのチェリノブイリの歌とか歌ってたのあそうだからチェルノブイリのあれが起こってこフォークではパンクですか いやパンクじゃない、うん。基本的に音楽はフォーク。あでもそっか昔フォークは過激だったんだよね。そうですね。よく考えたらね。そう。ああだからそのフォークの人たちのだからそもうなんだろうえー、っとナナとか知れません？いやわかんない、ね。詩人の。 部族とか知らないやっ, <laughs> やっぱ世代違うんだ。<laughs> あれこれね、私よりもまた一世代上の人たちなんですよ多分そう思いますよ。上の方が聴いて、まあ、そその音楽が好きな方聴いたら、うん、あーっていうふうにね。なんかだから、昔その沖縄とか,なんかあっちの方でコミュニティを始めたりとかしてたそういう人たちだったりとか、うんうん、なんかまあ渋い人たち。うん、なるほど。うん はい、というわけで時間が止まりましたんで、まず第1部終了ということでね、また、えー、続けて、えー、お話を伺っていきたいと思います。ワクワク FM89.1 トークはい今週も来ましたよろしくお願いしますはい今日というか今週のテーマは「ことわざ、はい、日英語日本語英語」両方のことわざよく似たようなものがあるのでその辺をちょっと集めてみました内容も一緒でね言い回し的にもあかなり近い言い回しっていうか何ていうのかなあの 英語で聞いてもわかるしっていう内容のことわざを集めてみましたので、えー、まあことわざっていうのはね「saying」とか「proverb」っていうんですけれども、えー、なるほど単数扱い複数扱いをできる数えられる名詞になるので一、うん、つの場合はあ「あ saying」「a proverb」あるいは、えー、複数の場合は say「saying’s proverbs」。 っていいうふうになりますよなりるほどあがとうその <laughs> 受け答え素晴らしいです、はいはい、ではですねまず最初本当に簡単もう日本語も英語も両方そのまんまって感じで「うん、時は金なり」「時は金なり」「時は金なり」い<や>「時は金なり」「絶対金なりじゃない」<laughs> じゃないねこれも本当そのままで「time <laughs> is money」っていうふうに英語でもなってましてうん、うん、まあ時間はお金と同じぐらい「お金か金」 マネーですからねお金ですねと同じぐらい大切だという意味になってますはいですよねうんうん <laughs> なん久々に聞いたからあそうそ,っかそ,っかそう,そうっ結構き聞,聞かないよねもうねこれなんか今日ことわざ特集の割には聞かないものをいっぱい集めちゃったかもしれないのでまあこんなのがあるんだなぐらいに聞いておいてくださいはい、はいえー、次は氷山の一角氷山の一角、うん、氷山の一角ってたまに使わないなんか まあそれって小説とかには出てくるかなあ出てくるね、うん、あじゃあ文語の方なのかなでこれも英語はもうそのままですね「the tip of the iceberg」本当超そのまま,まあ、まあ、ね、うん、ですのでまあ表面に見えているのはその一部だけにしか過ぎない根元は大きいんだよ、えー、みたいな、うん、その下にあるものはもっと大きいものがあるんだよっていう意味なんですよね。はははいはい、はいまあ普段 あまり使ってないかな。<laughs> いいでしょう。次、はい。ローマは一日にしてならず。あ、でもこれ聞いたことある。ね、なん,なんだっけ。これね、これもそのまま直訳ですね。多分この英語が先にあって、それを日本語に直してことわざとして使われているのかなでもそうですね。ローマって入ってきますよね,、うん、ね。ローマですからね。ローマ e wasn't built ということで、まあー。 一にそのまま, 1> 1のま,んまねやっぱりこう英語が先だったんでしょうねこの場合はねうん、うん、まあ長い苦労の末にようやくことはなるんですよという意味だそうです、うん、いい言葉ですね, <laughs> ねでもこれもあまり普段使わないですねそうですねあのこういうやっぱり難しね長い苦労の末にいろんな言葉で成り立つんですよっていう意味はいろいろねあの、うん、いろんなところ場面でそういうのはでっ あの出会うと思うんですけれども、うんうん、このことわざをその時に使うかと言ったら、もう死後に近いかもですね。あ、でも映画とかでは出てくるかも。だから私聞いたことあるのかもしれない。そっか,かもね。うんうん映画なんかではやっぱりことわざいろいろ使ったりするのかもですね。うんうん、はい。でもう一つ、これ日本語だと難しいですけれども、ほとんどあの意味的には英語も同じような意味で使われている。 えー、ことわざが複水本に帰らず。<laughs> <laughs> 私日本語上手かない。日本語, <laughs> <laughs> 日本語の方がわかんないか。<laughs> この複水ってこの漢字も難い難しいんですけれども、お水がこうひっくり返っちゃったもの。 水,水がこうひっくり返入れ物からひっくり返って出ちゃったお水はボンボンっていうのはまあボ,ボールみたいなもんですねはい、はい、そこには戻らないよっていう意味で <laughs> 要するに過ぎてしまったことはああのいつまでもとらわれていてはしょうがないよってもう過ぎてしまったんだからっていうことなんですよね。なるほどなるほど。ほどはい、でこれは英語ですと「It's no use crying over spilt milk」。 このスピルトはあ<ー>、まあ、スピルドあるいはスピルト両方どっちでも過去分子系なんですけれどもうん、うん、スピルっていうこぼすっていう意味のねうん、うん、だからこっちお水じゃなくてミルクなんですよ面白いことに。ですね、うんうん、多分ミルクが昔すごくあのインポータントとてもバリュー貴重,の貴重だったものの時代にこれができたのかなとは思うんですけれども、まあ、スピルトこぼれてしまったミルクは、まあ、それについてクライン・オーバー泣いていても しょうがないよ no use っていうことで<ー>はい全くほとんどね同じですよね。うん,うん、うんうん、腹水がまさにねスピルトミルクまあウォーターじゃなくてミルクなんですけれどもこれを今ね「いつの s, <ー> <S, s、no、e crying over spilled milk」を使うよりも私がよく聞くのは「what's done is done」。 もう住んでしまったことは住んでしまったんだからみたいなね終わったことだよっていうことでねいつまでもくよくよしないでっていう慰めの時にね使われたりしますねうん、うん、はいでは次、えー、これ結構ね私も難しいと思うんですけど「言う、はい、は安く行うはたがたし」。 言うののはは簡単だだけど<ー>やるのは大変なんだよねって行動を起こすのは大変だねっていう意味ですけれどもこれの英語はね結構私的にちょっと難しいなと思うのは「Easier said than done」ーーって言って<ー>その動詞の「言う」と「行う」の部分が「said」と「done」って言って過去分詞形になってるんですね。なんか普通に考えると どうめしとか「saying」とか「doing」にしちゃいそうでしょでも「easier said than done」っていう風に過去文詞なんですよ。<ー>ここが ね、多分ちゃんと調べればその理由は出てくると思うんですけどもすいません調べてないです、うんまあ、これがそのことわざとしてこういうふうに言い伝えられてますのでそのまま覚えてください次はですねこれはシェイクスピアの劇のタイトルにもなってるんですが終わりよければ全てよしもう途中いろんなことごたごたあったけど最終的には結果がいいからこれでよしにしようっていうことなんですね。はいはい、うん、うん まあ終わりよければすべてよし、これも英語は結構難しいです。All's well, all is well that ends well。っていうことで、<ー>後ろ、うん、発音が難しいですね。ね難しいですね。うん、well、<laughs> ends well <laughs>。L がいっぱい出てきますのでね。うん、まあすべて、終わりよければすべてよしですね。そして一番最後に言いますが、これは私が実はすごくよく使う言葉で、あの日本語でというよりも英語ですごく。 よく使うんですね。うんうん、なぜかっていうと英語の方がすごく言いやすいんで。日本語ですと、高音やの語頭難しいよね。<laughs> 使わないよねみんなね。死語に近いね。<laughs> <laughs> でもこれが、えー、英語のことわざですと、time flies。time はねまあ時間ですよね。で flies は es あの y を 取ってて IES にして要するにタイムが三人称単数形ですので「フ i イズ」って「S」をつけるんですけれども要するに「のごなんです <laughs> <laughs> 時が経つのは早いね」っていうことで <laughs> 日本語では使わないけど、うん、この「タイムフ i イズ」は英語では私よく使ってるんですね。なぜかというと、まあ、私の周いのでうん、うんね、子供をベイビーの時知ってたけどなんかね最近あったらもうこんな高校生で背がこんな高くてみたいな。 そうするとその時にもうため息混じりタイムフライズって言うんですね <laughs> はいまあ、それそんなんでよく使うんですけれどもうん、うん、マキさんがよく使うフレーズあるありますかフレ,フレーズですか、うんうん、言葉ざわ言葉ずないですね,ですね <laughs> 日本語でも言葉ざはないそうね日本語でもね最近はだいぶ薄れてきますもきてますもんねえ本、ー、当一石二鳥ぐらいです一石二鳥一石二鳥いいね 久々に聞いたかも私。<laughs> <laughs> あれ四字熟語とはまた違いますよね。ああ、うん、でもことわざですよね。まあ四字熟語もことわざ。じゃない。みたいなもん。ね、もんですよね。はいはい、うんうん <laughs>。昔から言い伝えられてるね。はいはい、言い方で一石二鳥。うん、どんな時に使っているの。一石二鳥ね。ね、どんなもん、うん、多分使うとしたら。なんですかね。ね。<laughs> <laughs> 一つや。っ 結果が得れるってことですよねそうそう2つお得1粒で2度おいしいってあれはなんか違うでも同じ意味合いですねうんありましたねそんなのがねそうでそれは英語では知らないなんでしょうなんか直訳的にんか「ワンストーンキューツーツーバーズっていうようなのがありますけどねすごいじゃあそれなんですかねはいそれっぽいですねまさにそのまんまですよねうんっていう感じで今日も。 そろそろ時間が近づいてきてますけれどもタイムフライですねそうですね <laughs> タイムフライはい、こんな時に使ってください <laughs> えらい牧さ、うんさすが私の優等生はいどうもありがとうございました <laughs> ありがとうございましたワクワクジャプニーズレディオオンケンツ FM89.1 はいカフェトーク始まりました。はい、というわけでね、緑さんが、えー、日本にね、まあ、帰国されるということで、えー、前回から始まってます、えーはい、もう一回振り返ってみようオーストラリア特集ということでね、前回、はい、まさかのバスのところで、えー、止まりました。おっぱいの車でお風呂をってるうちに終わってしまったというねが来ました。ということでね、バスの話ね、これバスの話も多分ね、カフェトークで何回かしたかもしれませんけど、はい、やっぱ白には本当に。 本当にバスが、ね、網の目のようにこう走ってます、たくさんの番号があって、ね、本当に慣れないと、あれ、恐怖ですね、恐怖に近かったですね、最初ね。あのまあ、東京のメトロも相当な複雑さを持ってますけども、怖い,です、ね怖いあの、あれも怖いけどね、東京の地下鉄もね、あれは本当に、怖い当怖い東京のメトロの,ちあの,あの、あれをマップをよく写真撮ってる外国人がいるぐらいですから、なんだこれ、はい、っていうね。 あのシドニーのバスは、ね、複雑ですよね複雑だし、まあ、最初の頃はどこで降りていいかわからないっていうハードルの高さがあったのでうん,うんもう私がバスを乗りこなせるようになったのは iPhone と OPR カードを手に入れてからですよね <laughs> <laughs> そうこれ皆さんね、オパールカードっていうのはね、あのまあ、シドニーに住んでる方、ご存知でしょうけども、はい、これ、聞いてるあのキャンディズのリスナーの方は、もしかしたら、なおさっきから、オパール、オパール、今、シドニーではオパール流行ってるのかって、<laughs> まあ、そんな人いないかもしれませんけども、<laughs> オパールっていうなんかね、自動、カード、ね、ポイントを入れう,ん、そうお金を、まあ、ポップアップしておいて、ですであの乗るときに、すべての公共機関ですね、今ね、電車もバスもフェリーも、あのそれでピッと。 乗る時にタッチしてでそこで生産されるっていうで降りるときにもまたピッてあの出入り口のところでタップしないと、まあ、一連の動作としてはその入るときと降りるときっていうねをやらなきゃいけないんですよねでそのときで、まあ、移動距離とかであの金額が引かれていくっていう、ね。う もうこれがねあの最初ね確かに去年ですかね初めて使ったんですよね、はい、あの、はい、オパールを買ったんですけどももうびっくりしたんですよ、はい、まあ僕知らなくてねあの普通通りこりチケット買いに行ったらもう券売機ないわけですよね、はい、あれ券売機ないんよ、ね、そうなんですよそうそう不便なんですよねな,ないからっつったらあのなんかオパールっていうのを今買うんだって言われてえっ、ー、って言ってそっかっつって行ったら、はい、まさかのオパールが。 駅の近くに売ってないんですよ。当時、今は知らないけどね。あ<ー>だからうで<ポ>駅で売ってよって話、ね。ポップしかないわけ。そう。プアップしかないわけ。追加できるやつしかないわけ。つまりカードを持ってる人が追加できるマシンしか駅の入り口にないんですよ。はい、皆さん信じられますかで、僕当然聞きますよね。ー度はどこに買えんのはい。はい、ウルワースで買えるって聞いたよ。ちょっと待ってくれと。なんだこの不確かな情報は。<laughs> なんだこのウルワースに売ってるって聞いたというのは。 っていうい、まあ、一般の人はし,、ね、しょうがないんだけどね、まあ、えっ、ー、って言って、タウンホールって駅でしたから、まあ、ウルワース上にあるなあ<ー>タウンホールでも売ってないんだっていうか、タウンホールであのまず友人解説を探す方がちょっと難しいうんそうなんですよで、今は分かんないですよ、もうだから2年前ですから、まあ今年うん今年も見てないな、まあ、とにかくそれでね、はい、行って、うるわす行って、券を買って並んで、戻ってきてポップアップっていうね。はい 効率悪いでねあの辺の、なんだろうね、効率いいんだか悪いんだか分かんないアンバランスさも含めて、あイらボーストラリアってなりますよね。もうね、そもそもね、オパールカードが登場したときに、4年ぐらい前かな、もうちょい前かな、時に、実はこの構想は、かのシドニーオリンピックの頃からあったんだじと、だけど間に合わなかったんだよって言 遅いな、タイムラグが半端ねえなー <laughs>。そう、その時はすで常にもう多分13年ぐらい経ってて、えー、みたいな <laughs> 満を持して登場し,してるっていう話だけど、うん、ね、ちょっとかかりすぎでしょう。そんな難しいあれじゃないけどね。<laughs> そうなんですけどね。うん、あれかな、日本のスイカ見てさ、これいいなと思ったんかね。まあ一気にああいう技術流行ったんですかね。うん、でもなんか最初の頃はよく高く引かれちゃったとかなんか。 ちょっとしたそういう間違いが結構あったみたいですけどね。あとしばらくはやっぱり紙のチケットもね、うん、あの並行して売ってましたよでもちなみにケアンズはそのカードはないわけですかケアンズはまず乗らないか分かんないねんだよね、俺<ー> <laughs> バス、本当にもう皆さん車で移動するし。 バス高いんですよね、すごくね。で、あんま来ないし、一番の問題がね、バス停に屋根があるのが少ないんですよ。これも 本当にケアンズの夏にね、バス停にね、あの屋根のないところに立つっていうのは、これ、相当のダメージですか、ね、覚悟、修行的なね。修行、も修行さえストップしてしまうぐらい、<laughs> <laughs> 病院に、過酷すぎる、<laughs> 修行もできない <laughs>、ドクターストップかかっちゃうみたいな。<laughs> なんですよ。 なんで、<ー>まあ、あの、正直ね。だから、あの、これ、ケアンザーラルなんですけども。はい、バス停に人立ってないんですよね。ちょっと離れた木陰にいるんですよ。だから。<laughs> <laughs> <が> <laughs> 生活の経営ですね。<laughs> バスが来ると木陰から人が出るっていうね。あの、なかなかのこのケアンザーラルあるわけですけども。はい。まあ、あ本当にシドニーはね、本当バスがすごい通ってますから。はい。ね、網の目のようにね。 僕もよく使いましたけど、ね、バスね、本当バスはあの本当にもうこのラジオでも何回も言ってるんであれですけどまあ今回総集編というかねあのことで言いますけどもね、はい、未だに忘れられないのがバスが間違ったんですね一回ねオックスフォードストリートがピューン出したら,らクイって曲がったんですよしたら全員が、はい、あれってなるわけですよね、はい、そしたらバスのうんちゃんがあ、はいのあの 分かってる <laughs> 間違って分かってるから、お前らそんなパニックするのみたいな, <laughs> な<か>、なんだその次降りる予定だったやつは、えー、ここの先に止まるからそこで降りた方がいいぞっていう、ね、<laughs> 常になぜか間違えた人がみんなをなだめ, <laughs> めて、て焦るな、でもみんなもね、<laughs> っていうね、もうだめだこりゃみたいな感じで、も文って、もう文句も、文句言わないですよね、こっちの人って。言わない でもそれでねあのでその後ここから出るから、ね、こう間違ったの分かってるからここの次を曲がるから次の、うん、次降りる予定だったやつは次で止まった方がいいぞってでその後の人は、はい、あのまた元に戻るからっていう独特な <laughs> あの強めの、ね、説明をしておそかだなと思いながらね聞いてたら、はい、今度は普段走らない道だから、はい、木が当たるわけよ。はいはい 高い車に設計されてないから、バキバキ、バキバキ木をなぎ倒してさ、ね、あの、なんなんだ、この国はっていうね。なんか日常の乗り物に乗ってるはずが偉いサバイバルだなって気がありますよサバイバルだしね、強いんですよ。普段ね、自然環境とかね、言ってる国のしとは思えないね、バキバキバキ、バキバキバキって何なんだ、これはっていうね、うん、感じでしたよ。たまにね、道路の段差に乗り上げかけてる時もあるし。 <laughs> あと,あ,とあ,のあるね、あとランアバウトでぐおんとかね、上り上がりすぎだろうっていう、うん、もうちょっとうもうちょっと回転回転力って感じますよね,ね、あるよね、本当にね、うん、ありますよ。そう,そうなんかあの、うん。 こ,ね、こっちあるあるね、ノーウォーリーズっていう立場じゃない人がノーウォーリーズって言うのあるあるあるね、<laughs> ノーウォーリーズって、お前にやりたくないよっていうね、うん、<laughs> そもうそも問題はお前が起こしたんだよ<う>っていう,人が言う、だからあの加害者が言うなだよね、被害者がノーウォーリーズであ成り立つ話であって、うん、加害者がノーウォーリーズってそれはもうあ新たな害ですから、新たな、それは、あのね、あの、 問題ですか問題がまた起きちゃいますねよえいな君が言うと、新たな問題だよっていうことですよねそもそもこうなったのは財のせいが考えてみようみたいな、でもなんかそこはもうみんな考えてもしょうがないだろう、起きたことはみたいなね、そうだね確かにそうなんだうね慣れるまではうって思ったけど、時々今でもうって思う時あるけど、う促されたくないよね、それを。う ね、まあ、いっかーっていうまあ一過力がすごい鍛えられましたよねそうだね確かにね、うん、バスね<ー>好きですね電車に比べて人間味があふれすぎててうーんバスね、うん、まあ電車も結構いいけどねシドニーの電車ねそうんですけど <laughs> うんあのー、で電車って基本的に道間違えないじゃないですかそうだねそういうなんか人の質によるハプニングが圧倒的にもうバスの方が多すぎて あのなんかこう、ね、電車で一番笑ったのはさ、はい、タウンホールからセントラルのスピード遅すぎるだろうっていう,あそうです、ね、歩いてんのかってい、ね、歩いた方が早いんじゃないかっていう時あるよねありますね、うん、あれは本当にあるよね、うんうん、止まるのか止まるのか止まらないみたいなねそういう微妙なスピードですよね、うん、そうねまあ本当にあとはよく電車止まるよね あれもびっくりしなかったあれもびっくりするよね最初止まってるからバスで行くっていうあそうそうトラックワークがね多いっていうびっくりしたよねはいここで降りてくださいここからはバスになりますえつってえ何何何外にあるあるからそれタダだからとかさ最初はさえちゃんと剣見せて乗せてくれるのかなみたいなさそう思ったよね僕ちゃんと剣持ってるとかさ全然ああどん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 あれ多分なくても乗せるよねきっと <laughs> なっますね、完にね。あれがまた気前よくバンバン発射するんですよね。発射するね。綺麗。もう気前いいよね。本当に。はいなんか、この、損益というかどうなってんだろうなって、こう、うん、電車を動かせないことによる電車収入のストップ。うん。電車を雇うことによる人件費の増大とか、<laughs> すごいぐるぐるしながら乗ってましたね。<laughs> そうだね。というわけで時間がやってまいりました、はい、ということでね。えー、じゃあまだこれは引き続きということで。 <laughs> ええー、もう本当にね、<laughs> はい、もうカフェトーク、えー、ね、あのー。ラストインシドニーインケアンズということでね、はい、また次回にいきたいと思います。それではまた、次回、はい。はい。<回>はい、ワクわくジャパニーズレディオオンケアンズ f エフエム。インタビューコーナー。 はい、というわけで、藤原博信さんをお呼びして、今回後半ということで、お話を続けてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。前回も本当にまた、本当に <laughs>、博信さんってなんか話してって楽しいんですよね、正直。ありがとうございます。<laughs> なんかこう、人の、その、なんつうのかな、想像力とか、こう日頃考えているんだけど、なかなか言葉にできないことを、はい、あの、言葉にしてくれるというか、<ー>そういう感じがするんですよ。 みんなこういうことしたいと思ってるんだけどなかなか話せないことが廣伸、うん、さんのブロ「めるまが」を読むとあこういうことなんだよねとかはい、はい、あとそれこそ,その買い物は投票なんだというね法さんとの絵本を見ると、うん、あそうだよねっていうだからそこにはなんだろう,こうまず物事って知るってこんな違うんだっていう驚きがまずあるんですね。なるほどやっっっっぱなななかか人って知ら,知らないで言っちゃったり、うん あんまりよく知らないで、うん、それこそあのアフリカの、これ、あんまり言っちゃっていいのかな、あんまりちょっとネタバレしちゃうんで、あれですけども、<laughs> アフリカの話、いいですか。アフリカの話ですよ、アフリカって、まあ、知ってますよね、何国ありますかっていう話で、うん、で例えば、まあまあね、それ、あんまり言っちゃったらあれなんで、結構な数あるわけですよ、ねまあ、そこまではまあな,んなんとなく僕も知っていた、次ですよ、2分間で国名を挙げてくれって言われたときにね、<laughs> 自分でびっくりする、僕、もっと挙げられると思ったんですよ。うん でもね、まずね、2分間っていうプレッシャーもあるんですよ。<laughs> なんか、いや、2分間、2分間って言った時に、やっぱり僕サッカー好きなんで、うん、ワールドカップからまず回るんですよ。でもそこでなんか取られちゃって、セネガルが出てこなくて、あれなんだっけ、この間ワールドカップで日本といい勝負したとこっつって。<laughs> え、何個かけたの ?12 個くらいかけりました。うん、ああ、そう、すごいで,す、ね、でもね、いや、もっといけると思いましたね、正直。えー、平均4個ぐらいからね。いやー、それはまあね、まあ、まあね、僕好きなんで、その世界の国とか、うん、好きな、自分でも、 アフリカは少ないと思ったなるほど、ね、アジアなんか結構いますからねやっぱりねだからそのなんつうんだあとイメージですよねアフリカ国もそうだけどやっぱりイメージだからそれは数と比例してるんでしょうねきっと,とねやっぱりアフリカって聞いて34か国なのか10国 各国国ななのか,20各国なのかでイメージも変わってくるし、うんでまあ、特に僕はもうサッカーをやってたんでね、うん、さらにもうちょっとイメージも湧いてたりとかなるほどしてくるんですけども、まあ、何が言いたいかというとやっぱり知らないってことで語っちゃうと、まあ、全然違うことを言ってたりあ多分ね知らなくて語る人はだう知ったかぶりやんか、うん、それとは違う思い込みで語る人のが多くてそうですね。情報を断片的に受け取って それが全部正しいという感覚で話してしまう人がすごく多いというか、これってめちゃくちゃ危険で、あの、で、大人になればなるほど、その間違いを正してもらえないから、すんごい恥ずかしい思いをするというか、実は言ってみたら違うかったとか、そういうのは、うもうちょっとこう、フラットにというか、俯瞰的に物事を見る癖をつけないと、失敗することが多いんじゃないかなっていうのは、僕自身の体験としても感じることがあるかな。 だからその今、ね、のぶさんがおっしゃったように、ね、その大人になったら、ね、直されるってないんですよ。うん、でっていうのは<何>直されるきっかけがあってもう聞かないんですよ、きっと。うん、君さそれ間違ってるねって言われてこっち意地があるからそれは関係ないじゃんっていうね <laughs> あ,のあると思うんですよね。だから、ね、やっぱりある一定の大人になると自分から学ぼうとか、うん、自分からあれちょっとやまずいなとかやんないと、うん、人からえなんでそんなこと知らないのって言うとやっぱりこれはあのなんだろう。 責められてると思っちゃうんだよねあなるほどとか裁かれてるっていう、うん、俺すっげえ怒られてるっていう。うん,うん,うん。でなっちゃうんでやっぱりあのやっぱりだからなんつうのかな大人は自分からまず知ろうっていうことに対してあの大切だなって思う、うん、なんだけどこれもほらしなきゃいけないって話になってくるからすごくなんつうんだろうね。うん 面白いと思うって一つの,ピーあのキーポイントだなと思ったんですね。これはヒロムさんとライブやった時に、うん、やっぱ面白いんだよっていう。だ面白さだよね。面白さっていうのは別にその、あのワイワイやるだけじゃなくて、うん、あ例えば今回アフ,リカアフリカのこともね。 あそんな数あるんだとか、うん、知ったことですごく楽しいと思ったし、うん、っていうのは見た目が変わるからはい、はい、そのバイアスをかけないで見るってことがこんなに楽しいのかって話とか、うん、あとはその、えー、とインドに行った時にすごく貧しいのに、うん、ねひ来た弘信さんに最初におないごめんなさいごめんなさいバングラデシュねあの行った時にね、うんうん、すごく貧しいのに弘信さんにねお腹空いてるかっていうとかっていうこれもやっぱりその。 バイアスがかかっっててるわけですよあ貧しいんだろうなってそれなのにやっぱりあのご飯どうっていうそう,そういうことにはやっぱ感動するんだけど、うん、それは自分のなんかこうバイアスがポーンと取れて、うん、あの人と人っていうかね、うん、あこの子はまず来た人に、うん、あのお腹空いてるっていう優しい心を持ってる人なんだなって思った時にそこに国とかっていうのがこう吹っ飛ぶ瞬間があるじゃないですか。うん、れそれってのはは、まあ、面白いといとうよりは、まあ 心が動く話なんですよねなるほど人だからねなんか勝手にそれもイメージよくあの日本であるのは中国人はとかあの韓国人はとか例えば中国人はって言ってる人13億人のうちの誰を指してるのかっていう話やんかう、ねうん、もう海外に出てると余計に思うと思うんだけどそのイメージで物を話してしまうことが、まあ、さっきも言ったようにすごく危険というか,か優しい人もいればもちろん犯罪者もいてるよ でそれはそれであって、そのその人を見る癖というか、その癖をやっぱつけていく必要があるんじゃないかなと思います。うん。あとその例えば発展と発展途上と言っていい開発途上国の子供たちがね、うん、すごい劣悪な労働環境で働いていて、でそれをねやっぱりまあ例えば僕がじゃあ少し何かできないかなということで、例えばスーパーマーケットに行ったらたまには あのそういったフェアトレーディングというね,ね、うん、ちゃんとした労働力を使ったもので作ってるというフェアトレーディングの商品を、まあ、買おうということで買ったりするんですね、うんうん、でもそれは自分の中で彼らをサポートしてあげようっていうふうに思ってたんです、うん、ところが今回は廣野部さんの話の中でね実はね僕らが、ね、サポートされてるんだってこれを聞いた時にまたあっって思ったんですよね、うん、だから知るってここととはそういういで、うん あのまあ、いろんな説明をした上での話でそういう言葉がバーンと起こってきたわけですよね。はいはい、本当だって俺たち彼,女たちの犠牲ね彼らね彼女たちの犠牲の上にこんな安く食べて食べさせてもらってるんだなっていうのは説明を見て初めて思ったんですね、うん、だからそういうふうなやっぱりこうなんつうのかなあの無知だとそういうのがないから、うん、あ俺は助けてあげてるんだみたいな、うん、もっともっと大きなというかいろんなことを知っていくと、うん、今言ったようなね違った視点で。うんうん ななるじゃないですか、うん、でやっぱり一番大切なのはこういったメッセージが伝わるのは子どもたちなんですよね。僕ら大人がより知らないと、うん、子どもたちは知りようがないし、うん、で知ってても子どもたちには決定権がないと、うん、例えば実際物を買うのは大人。うん、だ子どもが例えば「ああ」って「もうこんな地球に悪いことしたくない」って言って言っても大人がそれをやんなかったら結局子どもたちはそれを受けざるを得ないっていう。 ね、ことなんでそれはすごくね正直ねなんか,目からそのなんつうんだろそのメカニズムというかだから大人がより知らないと実際子供がね知ってても実際の現場というか状況は変わらないケースが多いっていうのは僕は今回大きなメッセージでしたね、まあ、そのままやねその通りやんねどうしようもないからまだ子供はそういう選択権がないというか。うん 特にに日本社会においてはね学校には絶対行かないといけないし家で出されたもの食べてるしそれを決めてるのは両親だしでそういうことをやっぱ教わってないと教わってないとじゃないな,いな親が意識しないと考える必要もないってなっちゃうから,、うん、からそういう部分でやっぱまずは大人が、うん、そのつながりというかあの支えられてるとか支えてるとかそういう言葉を使うのもお互い様だから本当は。 で世の中の問題に対しておかしいっていうことをはっきりと声に出して行動できる大人が増えないと子どもたちはそれ理解できないやろう、ねうん、だからその一方の見方じゃないとてことだと思うんですよね。大人はやっぱりこ,うこっちの考えもあればこっちの考え方もある例えばその、まあ、完全帳簿で言ったらばどうしても、ね、ヒーローばっかり称賛しちゃう。 流れってあると思うんですよね、うん、それは例えば勝った人間だけ褒めるってことは負けた人間の悲しみを知らないわけじゃないですか、うん、だから大人ってやっぱりどっちもどっちの視点からも語れるようにしていかないと、うん、やっぱそれを見た子供は偏った見方になっちゃうし、うん、だからそこはすごくあまず大人がまあモデルというか別にその意識してモデルというよりも、うんうん、しっかりこう説明できる状態でいれば子供とそこ感じていくし。 いや、俺は、ごめん、うん、ごめんね。ちょっとそれ違うなと思うのは、はい、大人が分かってるという前提が危険だと思ってて。ああ、なるほど。学ぶということも大事なんだけど、えー、っと、大人が正解を知ってるっていう視点がすっごい危険だと思ってるのよ、最近。だって知らないもん。ああ、そうですね。うん、知っていれもう解決してるし。あ,うあ、そっか、ちょっと、あの、じゃあ僕、誤解を生まれちゃったかもしれないけど、うん、学んでる状態を正直にさらけ出すところそう,そう,そう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 。正解はないので、だから。 2つ考えってことは正解がなないい状態じゃないですか,、うん、か正解っていうのはその文字通りを取ると例えば何か AB がいたら A が正しいっていうのが正解っぽいんですよ、うん、でも正解がないってことは A もこの意味では正しいけど、うん、B はこの意味でも正しいんだよっていうのはこれは正解はないんですよね正解はないというよりもどちらも正解どちらも正解なんです、うん、だから絶対的な正解を言わないのが大人の何て言うんだろう 役目というかいろんな角度から今回のこのことに関してはこれは正解とも言えるけど、うん、こういうふうになったらこの正解が逆になるんだよというような説明っていうような感じが大切だなとすごく思ったんですよね。バランスの問題からね絶対に右左に分かれて白黒をはっきりつくことなんてこのようにまず一つもないし、うん、そういうことがないということをまず子どもたちに伝えて。 自分も今こう考えてるとあなたはどう思いますかっていういわ子供に対しても一人の人格としてちゃんと接していけばなんか子供に対して教えるみたいな言葉ってあんま出てこないと思うのね。すごいこう薄っぺらい話になってしまうから子供に教えるって。<や>うんだから本当にそれはあの僕はね日野信さんのメルマガに一貫してることだと思う一緒に考えてる感じがするもの。うん、あのお子さんとねだい、はいた一緒に その実際にはやらせたりしてるけどやらせたりとかこれやってみようかってやってるけど実は一緒に考えてる感じがするっていうのはそれは廣信さんでありヒロノブさん僕ら読んでる読者と一緒にね今回こういうふうにやってみたよこうだったよっていう常になんかこうなんとまあ答,えはな答えはないっていうかその仕組みを考えてるっていうまあこういうことですよねっていうまあそれはすごく感じたのでまあこれを本当にお話し会に来ていただいたらは体感できるなと 僕は胸を張っておましたねやっぱ、はい、なぜかというとお話し会っていうのは廣信さんだけじゃないんですよね。廣<ー>信さんを見に来た方とのまあそのなんつうんだろう、まあ、質問も含めて全部含めて来た人に僕もまあ主催をしてね質問をされたりとか<ー>いろんなことが絡んでくるので、うん、やっぱりそのメルマガを読むだけだと言ったら僕がメルマガを読むというね廣、まあ、信さんの考えを僕が受けるというワンウェイ なんだけど、うん、お話し会になった瞬間にすごいそれが立体的になるというかいろんな角度からあのこうくるんで、うん、あこれがお話し会のなんかいいとこだなって思ったんですよね僕話してやるんでそういうふうに意識して見たことがなかったからありがとうございますうんそしてとにかく面白いもう <laughs> 本当に爆笑ポイントがねここぐらいありましたよ <laughs> あ,本当にあんま笑った人とうるさいかなって我慢しましたけども <laughs> ありがとうう面白いとやっぱりなんだろうねこう。 何か開けますよねち、うん、ちゃゃうらあ,、まあそれもあるしあ<ー>やっぱり楽しいっていうか面白いと何だろうこう俯瞰して見れるっていうかちょっとふって物事の本質を、うん、なんか真面目になるとなんかダメじゃないですかあんまりこうガーって真面目になってこうしなきゃいけないああしなきゃいけないってなると、うん、なんかそもそもなんかつまんないなみたいなやっぱ面白いっていうともっと本当のことを知りたくなったりとかなるしあのうん。あのーうん だからそういういなんなん面白すべては楽しいために生きてるっていうのもあるから、はい、そういうのもこう全部が問題とかね、うん、なんかあんまりこうネガティブにね。そそれこそ、うん 先ほどさんのメルマガにもあったえ人生に、えー、ポジティブでいる,いるのは子どもたちに対する最低限の礼儀だっていう最近すごく響いた言葉なんですけども、うん、やっぱり基本生きてるってことに対してネガティブに考えるって何か終わっちゃうんですよね、うん、もうどうせダメだからとか、うん、そうじゃなくてその中でじゃあ何できんのっていうことをやっぱりね、あのー、やっていくってことがう、ね、もう礼儀っていうのはいい すごくいいなっ,っま,まあ大西つねきが言った言葉にきねこれ。ああそうですか。<laughs> うん、あのもう見事にパクらしてもらった。<laughs> でもねあのこういう言葉はねどんどん,どん僕もそういう意味じゃまあパクってるっていうかね <laughs> あの出典は広信さんになってましたけどもじゃこうやって今度はつねさんということで <laughs> ね。 はいわかりましたじゃあ本当に2回にわたって長い、はい、あのご時間だきましてありがとうございましたま本当にまた機会があったらばぜひまたお世話にアも考えてください、はい、ということで<ひ>、えー、日本にいらっしゃる方ねもしよろしかったらあのぜひ一度会ってお話を聞い,ていただければと思います、はい、本当にありがとうございましたありがとうございました現在私たたちと一緒にに井戸端トークに参加していただける方を大募集中です、はいえー、メッセージはこちら。 ワクワクジャパニーズラディオ FM 八十九点一のフェイスブックページまでお問い合わせお待ちしております。お待ちしてます。ワクワクジャパニーズラディオオンケインズ FM eighty nine point one。ワクワクラジオ今週も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。このワクワクラジオは、えー、マルティカルチャープログラムといいまして、えー、全員ボランティアでやっております。 皆さんのサポートが非常に大切になってまいりますので、よろしかったら、まあ、番組を聞いてです、ねあのー、いただけると非常に嬉しく思っています。このワクワクラジオの前が、ワクワクは、まあ、毎週月曜日夜7時からなんですけども、その前の番組は6時からで、はい、Excuse My French というフランス語の番組になっています。はい、そしてそのワクワクの後、この後はですね、クックアイランドの番組が2時間あります。2>, 2時間も ?2 時間あります。 あとは、まあ、火曜日はイタリアの番組が6時からあってあとはタイとかね水曜日はタイが6時からそして8時からカントニーズですね番組があったりですねあ,のあとはサモアとかイースタンティモー、ね、PNG 本当にいろんな番組がありますんでねまああのたまにはちょっと違う言葉というか。<laughs> ねまあ、英語でも一部解説が入ると思いますので <laughs> うん、うん、よろしかったら聞いてみてください。大体夜になるんですかねか、えー、マルチカルチャープログラム基本的に夜ですけども日、えー、サタデーかな、えー、サタデーはお昼からやってたりとかうん、うん、土曜日は比較的日曜日のフィリピンのプログラムも、まあ、2時からやってたりとかしますね基本的には6時からになってます。はいはい、ということで、えー、本当に、ね、よろしくこれからもご支援のほどご支援のほど。 Thank you for listening for Work, Work Japanese Radio and Kens FM 89.1. We are uh, totally volunteering teams, and we are very, very seeking for your uh, support. Uh, it's very important we have supporting and to sustain our mouth culture society. So our Cook uh, Japanese radio can start from so uh, sorry seven pm. So before our program, we have from six pm. It's called excuse my French. It's French program. And then after our program, we have Cook Islands, and we also have Tuesday and the Italy program and Wednesday Thai and Chinese countries, and Samoan program on Thursday and Filipino program on Sunday. So we have couple of the uh, range of the multicultural culture programs so please listen and please tell your friends to listen our program thank you for support see you next time when you do some...